グランドシャイニングオープニングイベントによく来たな。俺たちもこのめでたい日を祝うために11人で駆けつけたぜ。今日は楽しんでいこうな。ところで俺たちが何の格好してるかわかるか？そう、七福神と詩人だ。みんな揃って超めでたいだろう。グランドシャイニングもこの衣装みたいに新春ムード全開。くじ引きとかスタンプラリーとかイベントもたくさん開催されてるんだぜ。七福神をテーマにしたものもあるから、俺たちもあちこちに行く予定なんだ。この毘沙門天様を見かけたら声かけてくれ。年が明けてすぐに会えただけでも嬉しいのに、これから何が待ってるかと思うとワクワクするな。でっかい幸運を呼び込んで最高の一年にしようぜ。翔太の毘沙門天、勇ましくていいね。すっごく似合ってる。一枚写真撮ってもいい？さっきの僕みたいに何かポーズ決めてみてよ。レイジ先輩、いきなり振りますね。じゃあせっかく褒めてもらったんで、小道具使って気合い入れてやってみます。この一年、どんな壁が立ち塞がろうと余裕の笑顔で駆け抜けてみせる。こんなイメージでどうですか？最高だよ。レイちゃんしびれちゃった。ファンのみんなもお正月から翔太のかっこいい姿が見られるなんてハッピーだね。よかった。本番もしっかり頑張ります。ファンのみんなを笑顔にできるように、今年も正月からトップスピードで行くぜ。新しい年、福の神も仕事始めだ。さてさて、どこかに本気で叶えたい願いを持ってるやつはいるか？お、今目が合ったお前、その顔、なんか願い事があるって顔だな。よし、俺様が叶えてやるぜ。心の中で願ってみろよ。どんなにでっかい夢でもいい。むしろ大きければ大きい方がいい。大願成就こそが毘沙門天様の得意分野だ。わかった。今からお前の夢は俺の夢だ。夢を現実にするために一肌脱いでやるよ。これから二人三脚で頑張っていこうぜ。俺を信じろ。ん？成就した後のお礼？なの気にすんなって言いたいとこだけど、一つ欲しいものがあるな。その時はお前の最高の笑顔をくれ。